台風21号ですけれども、この後発達をしながら北西方向に進みます。週後半は沖縄エリアにかなり接近をする見込みです。まず現在の雲の様子をご覧ください。現在の雲画像を見ますと、2つの台風が現在あります。1つがこちら、台風21号、そして大陸に近いところにあるのが台風20号となります。このうち21号ですけれども、中心がこの辺りにあります。昨日に比べますと、少しずつ台風のこの渦巻きの形状がはっきりし始めておりまして、徐々に今発達中とみられます。で現在の位置とこの後の予想です。現在はフィリピンの東の海上にあって西寄りに進んでいます。この後、明日、明後日と徐々に発達をする見込みでして、この赤い円、暴風警戒域が明日には出てくる見込みです。つまり暴風域を伴うようになる予想です。でその後、北西方向に進む見込みでして、週後半、木曜日がこちらの予報円ですね。先島諸島の南です。そして金曜日は先島諸島の近くに予報円が表現されております。で昨日の予想に比べますと、少しずつ西の方に進路が寄っています。昨日はもう少し北方向に進んで沖縄本島に近づくような計算をしている予測モデルもあったんですけども、少しばかり予報円が西の方に寝てきているような状況となります。でこの台風、海水の温度を見てみますと、これが昨日の海水温です。でこの通り先島諸島付近でもまたですね、28度のラインが伸びております。で今存在しているところはもう29度以上。このように非常に高い海水温のところを通過しますので、台風かなり発達をします。31日木曜日には最大風速が45メートル、瞬間風速60メートルと非常に強い勢力となって、先島諸島に接近をする見込みです。先島諸島は木金あたりは大荒れの天気となる恐れがあります。一方、その後の進路なんですけれども、まあ、今のところですね、こちら、これ何の図かと言いますと、これはですね、31日、10月31日のこれ上空の天気図です。5500メートル付近の天気図予想になるんですけれども、ここに高気圧があります。こういった形で、張り出しているんですけども、台風というのは高気圧の縁を回って進むといったことが多いです。この台風、高気圧がこう張り出していますので、北上した後、こちら側、本州付近に進路を転じる可能性があります。でどのあたりで向きを変えるかといったところは予測モデル間でかなりの違いがありまして、かなり大陸に近い西寄りのコースを通るものもあれば、もう少し手前で東シナ海を北上させるようなモデルもあります。このあたりの東西幅かなり大きくなっているんですけれども、今度の週末にかけて本州付近に接近をしてくる可能性もあります。最新の動向にはどうぞ十分お気をつけください。そしてもう一つの台風20号です。現在は南シナ海にあるんですけれども、この後少し西に進んでベトナムの沿岸に達した後、U ターンする形で再び南シナ海に戻るといったコースを取る見込みです。ただ勢力の方だんだんと衰えてきておりまして、じゃあ29日の午前3時までには台風ではなく、熱帯低気圧に変わる見込みです。この台風20号による日本への影響はありません。最新の台風情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。